こんばんは、ハンドです。深夜ですので、声を小さめにやりたいと思います。ちょっとね、面白そうなゲーム見つけたんで、今日からね、配信開始からまだ2時間ぐらいしか経ってないんで、わりかし早い方かなと思うんですけども、とにかく、ちょっとやってみたかったんでね、真夜中のゲリラ配信でございます。ゲーム遊ぶ前に、1、このゲーム内の物語はフィクションであり、登場する団体人物などの名称はすべて架空のものです。2、警察組織は国家警察です。首都に警察庁を置き、各都道府県に、地方警察本部があり、各地方検察本部の傘下に小規模の警察署があります。全国の警察官は政府及び警察庁長官の指揮下の下で、業務を行います。警察の捜査は検察官の指揮の下で行われ、警察には独自的な捜査権がありません。そのため、警察は一時捜査終了後に検察庁へ捜査書類を送付し、警察の意見を記載した意見書を添付します。あなたはゲーム内でこの文章を作成することになります。何をするゲームなのかもね、いまいちよくわかってないんですけど、とにかく書類を見て、操作するゲームなのかなと思ってたんですけども、逆に書類を作るゲームなのか。何か操作をして書類を作るってことなんですかね。リーガルダンジョン。ちょっとボリューム下げます。はい。リーガルダンジョンなんて名前だからね、ファンタジー系のなんかダンジョンを探索するゲームかと思いきやね、全然そんなことはないんですよね。設定はまあ特にいじるとこないかな。じゃあ始めていきましょう。どんなゲームなんでしょうね。あれ、ベイさんこんばんは。リーガルハイ思い出しますね。見たことないんですけどね、思い出しはしますね。おいおい、血まみれじゃねえか。どう考えてもこりゃ、いいから黙って拭いてください。こっちは死体の始末で手いっぱいなんです。こんなんブラックライト使われたら一発だろ。うまくいくと思ってんのか。心配いりませんよ。痕跡だけ消しておけば、愚かな警官どもには分かりやしません。犯罪者は二人いるみたいですね。A と B。意見書作成。侮辱事件？あ、なにこれ？これで見るとこ選ぶのかな？会話。巡査部長、中央警察署刑事捜査、刑事課捜査係員。なんて読んだこれ。清崎かな。葵さん、釈任おめでとうさん。俺の方がだいぶ年上みたいだし、タメ口でいいか。リーガル、法的な迷宮。つまり、お蔵入り事件ということで、X ファイルだったんだよ。あ、そういうことなんですね。なるほどね。迷宮入りのあの迷宮、つまりダンジョンってことか。警部補。やめてくれよ。そりゃ確かにこっちが先輩だけどさ、上司に先輩とか呼ばれるのはゾッとしねえだろ。あんたみたいに国家試験通るようなやつは、すぐ雲の上にまで出世しちまう。で、原田、誰だっけってな。まあ呼び方なんてどうでもいいわ。あんたがお偉いさんになる頃には、俺は退職金の計算でもしてるだろうし、よろしくする気もねえから。いいか、俺はあんたの靴を舐めたりはしねえぞ。全員集合。新たに着任された、清崎、葵、捜査係長に礼。よろしくお願いします。
さって、と、おい渋川。歓迎会行くから、お前、課長いつもの店まで案内してこい。ああ、所長が帰ってからだぞ。で、係長さんは俺や川口が連れて行きゃいいんだが。立つとり後を濁さってな、一歩やる前にやっつけとくか。川口、あの書類持ってこい。ああ、今やってもらおうぜ。また事件が長引いて減点食らうのは勘弁だろう。実はな、前任の係長がまだ決裁してねえ書類が残ってるんだよ。大した事件じゃねえし、飲みに行く前にちゃちゃっと。装置？しちまってくれよ。無垢は周囲の者にとって罪である。いやーでもね。はい、じゃあね、自分がその係長みたいですね。意見書作成、侮辱事件。どういうことなんだろう、侮辱事件。プロローグ、ポリコー。警察官をポリコーと呼び、罰金5万円。あ、そんなのあんのかな。 B 地方裁判所は警察官にポリコーといった疑いで起訴された A に罰金5万円を宣告した。A は無銭飲食現行犯で逮捕されて尋問を受けている途中、通報者と警察官6人がいる前でポリコーと罵り、公然と被害者を侮辱した疑いで起訴された。なるほどね。ポリコーってね、なんかちょっと古い感じもするけどね、未だにポリコーとか言う人いるんでしょうかね。本日は2月17日です。何かお手伝いしましょうか。こんにちは。捜査係長の清崎葵さん。私は CIS プログラムのアシスタント葵です。ああ、同じ名前なんだね。警察大学校では学問は学べても書類の作り方は学べません。突然のことで戸惑いもあるかと思いますが、恐れることなどはありません。あなたの戦場には困った時のヘルプ機能と、検索ウィンドウという武器が用意されています。この事件はすでに捜査が完了しています。捜査書類もたった7枚です。7枚ってそんな少ない、まあ、少ないか。法律の知識を披露して、捜査係の皆から信頼を得るチャンスだとお考えください。新任のあなたが、この警察係、捜査係という部署にどんな想像を膨らませているかはわかります。ご期待を裏切るようですが、事件現場で手がかりを探したり、犯罪者を追いかけて逮捕するといったような派手なドラマはありません。ご意見、ご存知とは思いますが、事件を検察へ送致する前に、警察の捜査結果をまとめて最終的な意見を記載する文書です。ああ、それが意見書って言うんだね。捜査によって集めたいくつもの情報をこの文書の空欄に当てはめる書類仕事。それが、刑事課捜査係長。清崎葵警部補、あ、自分警部補なんだね。お仕事です。まずは、ヘルプボタンを押して CIS の使い方を学んではいかがでしょう。これパソコンでもね、出てて、作った人、韓国人の人みたいなんですよね。で、それを、完全にローカライズして、グラフィック周りまでね、日本人に合うように、ローカライズの作業をされてるみたいですね。名前なんかもね、完全に、まあ、日本人が分かるように日本人の名前になってるということですね。本当はこれマウスで動かすんだろうけどな。ちょっと動かしづらいな。CIS 概要。CIS 刑事情報システム。クリミナルインフォメーションシステム。刑事事件の書類作成や管理の簡略化のために法務部や検察庁、警察庁で共同制作したプログラムです。CIS からは、刑事事件の記録や法令、判例などを簡単に検索することができます。また、捜査書類の作成がより簡単になり、被害者の立件時点から、
刑執行までの全ての刑事事件進行過程を見ることができます。なるほど。これは次のページは LR とかでは動かないのか、いちいちクリックしなきゃいけないのか。これさ、ちょんちょんちょんって押してるんだけど難しいな。作成された捜査書類は全て CIS に保存されています。また CIS は自動、分析システムを使い、捜査書類の中で検索可能な部分や手がかりとなる内容を表示してくれます。青色は検索可能の表示です。検索欄へドラッグすると警察庁データベースに保存された法令や判例、刑事事件の記録まで総合的に検索することができます。その他の色は意見書作成に必要な情報として判断されたものであり、同じくドラッグ&ドロップで簡単に意見書を作成することができます。これクリック遅く動かせないのかな。あ、アナログスティックならいいのかな。十字キー使ってたわ。でそれでも難しい。アナログスティックがさ、もうちょっとなんか劣化してきてるから勝手に動いちゃったりするんだよな。 CIS は意見書の各項目の作成に必要な構成要素を自動で表示してくれます。使用者は自動表示されたタグに合うキーワードを探しドラッグするだけで法的文書を簡単に作成することができます。法律の執行とは正解があるクイズのようなものです。そしてクイズの正解には私葵が導かせていただきます。自信を持って進めてください。これをクリックすると検索するのかな。あ、違うな。まず被害者に、被害者に関する基本情報から入力していきます。表示されたタグと関係のある情報をドラッグし空欄を埋めてください。なるほど。あ、こっちが意見書なんだね。これを作っていくんだ。ここの辺の情報とかを切り替えていろんな情報を見ながらこれを埋めていくって感じなんだね。告訴人北瀬源、マイナンバーまで書いてある。被告人大島信也、被疑者基本情報。被告人は2007年1月5日18時ごろ中央警察署生活安全課事務室内で 本校、なんていうの、のほか事件と関連する調査を受けている途中、暴言吐いたと。ポリコーンって言ってね、ポリコーンと呼んでバッキー。これ過去の事件なんですね。罰金200ウォンだった。本国訴圏外、あ、本国訴圏外ね。本国訴か。はい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 。どこで区切るのかちょっと分かんなくなっちゃった。実際にあった事件をベースにしてるってことなのかな。被疑者、被告人、まあ、この人でしょ。ビューっと。あららららすごい動くな。どうやって、あ、ここで話せばいいのか。パッと。マイナンバー、よいしょ。で、性別、住所、職業、これをクリックすればいいのかな。よいしょ。あ、これを検索に持ってくる。あれ？あ、検索するのは青だけなんだっけ。あれ、でも、他にも検索できるとか言ってなかった。告訴状。これ告訴状か。法律書を見て、これが7ページあるのか。マイナンバー、住所を見てください。ここで答えて住所ここ載ってるな。あれ、ちょっと待って、あ、いいのか、合ってるな。
ホーム会社を経営してますけど、この事件に関係ないんじゃないですか。電話で呼び出されて、その人から尋問されてました。大したこともしないのに何度も呼び出されて、本当に何なんですかね。牧草人の北世間に暴言を吐いたことはありますか。尋問中にポリコーって呼んだら怒り出しちゃって、ポリコーにポリコーって言って何が悪いんですか。被疑者が牧草人に暴言を吐いたとき、周りに他の人がいましたか。他のポリコーにも聞こえたんでしょうね。でも警察の人しかいませんでしたよ。上記の内容は全て真実ですか。はい、真実です。他に話したいことありますか。確かにポリコーと言ったのは認めます。でもそんなことよりですね、何の罪もない私が詐欺犯だって告訴されている事件の方はちゃんと調べてください。あ、ここですね。で、別よいしょ。で、次。これを押せばいいのかな。次。犯罪経歴。犯罪経歴は、この人は、経歴は、ちょっとね、ほんと、これ勝手に動いちゃってるんですよ、これ。アナログスティックがクソすぎて。詐欺を起訴されてる。犯罪経歴、経歴になってるのかな？なってるんじゃないのかな？えい。あれ？あ、違うの？できた方が良かったかな。経歴、経歴、詐欺。あ、これでいいんだよね。上手です。キーワードに合う答えを見つけましたね。ここまでは個人情報を探して当てはめるだけの単純な作業です。ではこれから本格的な犯罪内容を入力し始めましょう。あなたが警察組織の一員だったことをご実感いただけるかと思います。被疑者の起こした罪について入力するためには、まず被疑者に適用したい法律情報を探す必要があります。被疑者が過去にどんな罪名で調査を受けたかは捜査書類から簡単に確認できます。ですが、書類関連する法令まで覚えておくことは難しいでしょう。さあ、ここで CIS 検索機能の出番です。青い言葉を検索ウィンドウにドラッグしてみてください。適用法令、これ違うよ。これか、こっちか。違う。あ、そこ青い字って言ってたの。青い字。例えば、これとかそうなんですか。全然違うの。すげえ情報がいっぱいあるゲームですね。当たり前か。それを見て探す。情報を探していくゲーム。ちょっとマウスじゃねえよ、このマウススティックがさ、勝手にちょこ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 動いちゃってクリックできないよね。侮辱罪だから訴状のところ見れば出てるから、これだ、侮辱刑法第1000条。公然と人を侮辱した者は1年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金に処する。これじゃない。これを、えい。侮辱罪の法律条文を読んでみると、公然と人を侮辱する犯罪であることがわかりますね。Thank you.
つまり侮辱罪の犯罪が成立するには公然性と侮辱内容が必須の構成要件となります。刑事課の捜査員が被害者や被疑者を調査する際に、その犯罪の構成要件に合わせて質問していることを覚えておいてください。なるほど。ああ、もうちょっとクリックできない。よし、犯罪日時これだな。犯行場所、中央警察署生活安全課事務室内。被害者は北瀬源さん。ジョイコンのアナログスティック。ああ、そう、頻繁にこの現象で出るみたいですよね。公然性、侮辱内容、巡査長川口英二さんが尋問したんだね。一応あの中華のプロコンもどきは持ってるんですけどね、ちょっとこの部屋に置いてないんで、他のポリコンにも聞こえてたでしょうね。これが公然性なのかな。で、侮辱内容、尋問中にポリコン、と言ったのは認めます。これかな、違うらしい。左に行っちゃうし、あの現象は確認してたんだけど、左以外にも動いちゃいますね。上にも動いちゃう。だいぶ意見書ができてきましたね。最後に捜査結果及び意見欄を埋めて検察へ送致しましょう。被疑者を、起訴すべきか否かを最後に警察の意見として記述します。これは手続き書を必要なだけで大して意味はありません。警察には捜査の起訴の決定権はありませんから、我々の意見はまさしく意見に過ぎる。法的な効力はまるでないのです。結局被疑者を起訴するか否かを決めるのは検察です。気軽に書いて捜査を終わらせてしまいましょう。俺もね、逆転裁判やるまではね、なんかそういうのって検察がやるっていうのは全然知らなかったんですよね。ダンジョンに入る、やっぱそういう表現なんだね。何これ、バトル、第一ラウンド、争いのない事実、暴言か。生還数は2点、HP2、私は無実ですよ。犯罪者はみんなそう言うんです。この警察官の人ずいぶん茶髪ですね。茶髪する人間ですね。ではあなた自身が認めていること、事実を確認しましょう。最終意見の作成は、被疑者と争う余地のない事実を確認する作業から始まります。まず犯罪の全容から、被疑者自身が認めている部分を探し出しましょう。敵が認めた。これですね。よいしょ。裁判受けてない犯罪者呼ばわり、これは確かに問題ですね。あなたはポリコーと暴言を吐いた事実を認めていますね。ええ、それは認めますよ。でもですよ、第2ラウンド、なんかちょっとこの辺逆転裁判っぽい感じがしますね。
堀公なんて侮辱じゃないでしょ。堀公が侮辱ではないと。侮辱は人を侮辱した時に成立する犯罪です。ですから被疑者が行った表現が法律で定められた侮辱に該当するか否かは侮辱罪の立証で最も重要な争点となります。いいですか。これが捜査係長が果たすべき役割なのです。被疑者がしたことを犯罪要件に一つ一つ当てはめて既存の判例と比較しながら、時には被疑者の弁護人に、時には裁判官になってください。これは書類の上で繰り広げられるロールプレイ。法律と高度な理論論理性を駆使した戦いなのです。堀公は侮辱に該当するという法的根拠、判例を見てみましょう。こっちの方を見てみようか。公然性とは不特定多数の人数が認識しうる状態を意味する。この事件では被告人が的を吐いた場所は警察署内であったが、警察官3人だけではなく他事件関係者 A もそれを聞いた。A によって不特定の多人数に伝わる伝播可能性が存在する以上、被害者の名誉が社会的に、毀損されるとみなすことができる。まあ、今回の場合は、警察官しかいないからな、そこが公然なのかどうかっていうのはね、ちょっと気になってはいるんですけど。次はこれを見てみましょう。侮辱とは、その事実、事実遺憾って言うのかな、に関わらず、人の社会的評価を低下させる誹謗中傷や、軽蔑的感情を、カーソル勝手に動いちゃう。侮辱に該当するか否かは、被害者の感情ではなく、具体的な状況や社会的、これ LR とかでも次のページ行けたらよかったのにな。客観的意味ないようにって判断すべきである。親があんな人だから子供もああなるような漠然とした内容は侮辱とみなすことが難しいが、クズ野郎などのように軽蔑的感情を表現した罵倒の場合は、侮辱に該当する。まあどうなんですかね、クズ野郎と堀公、この判例を当てはめるのかな、こうやって。よいしょ。侮辱になるんですよ。なぜなら日本は被害者の社会的評価を低下させる軽蔑的感情の表現ですから。おっしゃる通りかもしれませんけどね、侮辱罪って確か公然と侮辱した場合だけですよね。私の言ったことが世間に広まるとか、そんなのありえませんよ。侮辱罪には公然性という変わった要件が含まれています。被害者の侮辱感は重要ではありません。第三者がその発言を聞くことができる場合に罪が成立するのです。面白いですね。社会的評価が個人の感情よりも優位に立つ国民性の反映でしょうか。社会的評価が個人の、まあいかにも韓国的な感じするけどね、日本ではどうなんでしょうね。彼の発言は多くの人が聞いています。ですから伝播可能性が高いという証言を探しましょう。ちょっとこれ邪魔なんだけど、消したいんだけど。よし、これなのかな。公然性はあります。あなたが発言した際、周りに6人もいたんですよ。これだけの人が聞いた以上、世間に広まるのは時間の問題です。なんだよ、もうあなたは有罪ですそこまで言うか。
を倒した。報酬を獲得した。戦闘終了。大統領法的手段によらずろうそくで弾劾できる韓国で、社会的地位が個人感情に勝るとは一体。確かに。お、これで終わったのかな。捜査係長の印鑑を押せば、最初の意見書作成は完了です。おめでとうございます。犯罪者の手から市民を守りましたね。何この犯行。これ押すのか、俺が。全警員。よいしょ。あ、違う。これを、こっちに押すのか。どすん。あれ違うの。どこに持ってくの。よいしょ。あ、押せた。心配すんなって係長さん、大丈夫だよ。大体の話、あの人相手に金絡みでごたごた起こすようなやつだぜ。基礎意見でいいんだって。あの人に逆らった以上、どの道この辺じゃ生きていけねえんだからよ。って、マリン、あんたまだ知らねえよな。小立正弘会長、覚えとけよ。おいらのドンで、一昨年からうちの署の警察発展委員長様だからな。犯罪経歴に書いてあったろ。見てもいねえのに掃除したのかよ。 CIS のナビ。ほん、ま、何しろお疲れさん。あの大島ってやつさ、会長が持ってる病院の内装工事やったんだよ。そそ、下請けで。でもあいつ会長のお気に召さなかったんだろうな。会長、工事代金払う代わりに詐欺で訴えてやったっつうことらしいわ。それは、どうなんだ。まあ、実際のとこだ。生活安全課が詐欺で攻めて、俺らにも援軍としてお呼びがかかったってわけだ。お役に立てて光栄ですってか。まあ、今から不安があることはねえさ。そのうち会長がお召し上がるんじゃねえか。その時はしっかり挨拶しとけよ。会長から、お召し、いいのか。ああ、そういや、言い忘れてたんだけどよ。あんたが掃除した後すぐにさ、立石地方検察庁の白沢検事から連絡が来てたぜ。うちの署の担当検事な。判例も調べずに事件を処理するとは恥を知りなさい、だとさ。そんな顔すんなって。あの人だって分かってて言ってんだよ。まああの人なりの知った激励ってやつ。それに白沢検事にしてみりゃ、大島を締め上げたくても詐欺だけじゃ弱えだろ。別の罪状つけてえなって思ったところに、警察から侮辱罪が基礎意見で上がってきたってわけだ。まさしく渡りに船だろ。さあ、ぼちぼち始めっか。課長も直に来んだろ。先に乾杯しとこうぜ。お前ら、グラスは持ったか。はい、注文。では、清崎捜査係長、着任にあたって一言どうぞ。人格も感情も存在しない。なんかランクアップしたそうです。一審罰金10万円。被告人控訴。無罪宣告確定？あら？ポリコーという表現は侮辱に該当する。しかし事件が起きた場所が警察署内部であり、当時被告人の発言を聞いた、または聞くことができた人は署内に勤務する警察官6人のみである。警察官は被告人が発した内容を他に伝播しないことが期待できる職務関係にあるため、被
被告人の発言が公然性を有するとは認められない。よって被告人に対し無罪を言い渡す。まあ、ちょっと気にはなってたんだよね、その部分は。最終結果不一致。あら、なんかランクダウンしたらしい。なんか、公然性が、ちょっと指摘がまずかったのかな。これ、オートセーブなのかな？セーブ、セーブとかな？オートセーブっぽいけど、ってことは、何か失敗するとそれが残っちゃうのかな？始めるしかないもんね。やっぱオートセーブだね。そっか。はい、なかなか面白そうなゲームですね。まあ、これを配信でやるかどうかはちょっと、なんか、細々と暇な時間にやっていこうかなと思うんですけどね。まあ、気になる方は、今ね、安く割引で出てますね。800何十円だったかな。だったんで、ぜひ自分で買うのもいいんじゃないですか。迷宮入りという意味でも何でもないみたいですね。大嘘でした。そうなんか。まあ、なんだろうね。じゃあダンジョンはどういう意味だったんだろうな。たまたま迷宮入りっていう日本語と、その、言葉の意味が被ったってことかな。はい、もう3時になりますんでね。明日も普通に仕事ありますんで、そろそろ終わりにしましょうか。レイさんありがとうございますね。見に来ていただいて。じゃあまた明日お会いいたしましょう。お疲れさんでした。